続いて敗者復活戦第2試合ドタマ VS アイリー AKA リッセンアイリー、どうぞステージへ。それではまずは2人が戦うビートを聞いてみましょう。ビートはこれだ。それでは先攻後攻を決めるじゃんけんを行います。最初はグーからのじゃんけん、ほい、はい、ここでショット。じゃあここで後攻で先攻アイリー、後攻ドタマ、8小節の3ターンで行います。それではいきましょう。 DJ パナソニックスプリンダーシェット。この間戦国でやったばっかりだからなんかもう言うことないです。だから最近ちょっと仲良くなっちゃって、あの時みたいに悪口言いづらいです。でもめっちゃ高いですよね、好感度。でも心の中を覗みていたい双眼鏡。あ、でも私のお母さんは言ってました、あの人ほんまは性格悪そう。確かに好感度を気にすることもあるけど、俺はこのスタイルで超繁盛してるからノープロブレム、ありがとうございます。確かに言うことないかもしれないけど、ここは言うほどじゃないから優勝をいつまでも狙い続ける。それがラッパー、いや MC バトルの勝負、ドープ、どっちが本分かわからねえけど武士の一分よ、みんな聞いてくれこの1分。確かに優勝めがけて最後まで頑張んなきゃいけない、そういうの MC の人から見て学んでる日々。バトルは苦手だけどまだまだこれからも頑張りたいって思ってる。でもちょっと気になりました、このコーヒーほんまに試合中に飲むんですか？本当にこの量試合中に飲むんですか？なんで持ってきてるんですか？教えてください。カフェイン飲むのがダメかな。全国のコーヒー好きプーチャー変だ。俺がコーヒー好きラッパー代表として今日やるぜよ。マドモアゼルのようには見える、確かに綺麗めだけど俺のこの切れ長の目、みんなチェックしてくれ。フリースタイルだったら絶好調かもしれねえ、敗者に二言はねえ、でも俺は絶対に色もんじゃねえ。今日は容姿褒めてくれたけど、あの時はどこにでもいそうな女の子っていうめちゃくちゃきついこと言ってきましたやん。あれから結構引きずってましたよ私、正直。まあでも私カフェインだったらコーヒーよりモンスターとかレッドブル飲む方が全然決まるんで、コーヒーなんかで目覚ましているようじゃまだまだですよ。いっぱい飲んでください、エナジードリンク。社交辞令ですやんそれは。社交辞令ってイベント俺やってますやん。でさっき言ったばっかりだから、あえて俺はセンス、このペースレースかもしれねえけど、マリオカートで言ったら俺はまるでノコノコみたいな体型かもしれねえけど、クッパみたいにぶっ飛ばすぜ、フットワーク軽やかなラップ、ぶっ飛ばく、いえまるでカン AK みたいにぶっ飛ばすラップ、いえこれは吹っ飛んだバース。それまで。はい、それでは聞きます。先攻アイリー、 OK、後攻ドタマ、 OK、 勝者後攻ドタマということで、レッドウィングと対戦していただくので一度控えてください。ありがとうございます。飲んでないもん、ねね、いや分かる分かる。あのねコーヒー好きかどうかじゃなくて、ねね、試合中にその量を飲むんかっていうことを言ってたんやね。めっちゃ気になりましたね私は。やけどそのコーヒー自体をディスるんじゃないみたいな、ちょっとね話を変えられたね、うまいことね。 ありがとうございます、ね、うんうん、まああのああいうのはねやっぱ高校有利やんね。あーそうですね、でも高校有利やけど先行アイリーやからね。2回ともそうでしたね、はい、ちょっと高校取らせてくれませんでした、はい、どうでしたか出てみて。あ、やっぱそうですね、最近バトルに出て半年ちょっと以上経ったのかな。ちょっとバトルがなんて言うんだろう、日々怖くなってるんですけど、でもなんか前みたいなメラメラ感をもう一回取り戻せるようにもうちょっと頑張ります。メラメラアイリーみたいです。皆さんまた見てください、ありがとうございました。ありがとうございました。